スコットランド王ジェームズ5世の所長氏で、ジョー、メアリーのイボアニにあたる。ジェームズは、ジェームズ5世とスコットランド貴族の五イアースキン教ジョンアースキンの、娘、マーガレット・アースキンの息子として1531年に、生まれた。しかし、ジェームズ5世は、国益のためメアリー・オブ・ギーズと結婚することにした。そのため、諸子という扱いになってしまった。このことが、 おそらく野心家で有能でもあった彼の中で、無念となって長年くすぶり続けていたようである。スコットランドに帰国した、イボイモートメアリーに、全く肉親としての親しみなど感じていなかったで、あろうことは、後の彼の数々の行動が物語っている。1557年12月の第一次、信仰名約を締結したプロテスタント貴族の一人だった。 はじめは、セントアンドルーズ教会修道院長をしていた。しかし、そのうちに、スコットランドの改修の中で力を持つようになり、実力者の一人となっていた。夫のフランス王フランソは2世の死後、メアリーに帰国を進めたのはジェームズだった。メアリーはジェームズを、親愛なる、お兄様と呼んで深く信頼し、徴用するようになった。 1561年9月6日にメアリーによってジェームズは数密顧問に任命される。1562年の夏にスコットランドの有力貴族でカトリックのゴードン家がメアリーに反乱を起こすが、これを鎮圧した功績によってゴードン家から没収した豊かなマリーの領地はジェームズのものとなり、以後彼はマリークと名乗るようになった。彼は スーミツインで大きな権力を振るうようになった。しかし、メアリーがダーンビー教ヘンリー・スチュアートと結婚しようとすると、マリハクは自分の権力の低下を恐れ、イングランド大使、ランドルフ教を通じて、エリザベス一世に結婚の阻止を要請した。エリザベスも強力なイングランド王位継承権を持つダーンビー教がメアリーと結婚することへの懸念から、 ダーンリー卿にすぐさまロンドンへの帰還を命じ、ダーンリー卿の母、マーガレット・ダグラスを、ロンドン島に遊兵した。また、マリハクも、ダーンリーが、父のレノックスハク、マシュー・スチュアートと共謀して、自分の殺害を企てていると主張し、メアリーとたびたび争いになった。しかし、メアリーとダーンリー卿は1565年7月29日に、結婚した。 マリハクは、ダーンリー卿が、なおも、自分の命を狙っているとして、領地に引きこもった。この頃、マリハクは、メアリーとダーンリー卿を誘拐し、ダーンリー卿をスコットランドから追放し、自分が政権を取ることを狙っていたという説がある。1565年8月1日、マリハクは、エリザベスの援助を取り付け、メアリーに反乱を起こした。 メアリーとダーンリー卿は戦場に赴むいた。結局、期待していたイングランドからの援軍は現れず、マリンハクはスコットランド南部でボスウェルハク率いるスコットランド軍に敗北し、イングランドに亡命した。1566年3月9日の夜中、ホリールードハウス宮殿でダーンリー卿や、 ルース・ベン・モートンなどのスコットランド貴族たちが組んで、メアリーの秘書のデイビッド・リッチを殺害した。この事件の首謀者は、マリハクだったという説がある。確かに、マリハクは、メアリーに関する、数々の陰謀による事件が起きた時、いつも現場に居合わせず、姿を消している。この後、自分の長身を殺されたメアリーと、その長身殺害に関わった。 ダーンリー卿の中は冷却していった。一方、マリハクはメアリーから反逆罪を許され、スコットランド帰国が叶い、再び徴用されることになった。1567年2月10日の夜中、ダーンリー卿は、療養先のカークをフィールド協会で暗殺された。マリハクは、前日の2月9日の夜、メアリーや、ボスウェルハクや、ハントリーハクたちと、 諸島の死去のパーティーに出席するはずだったが、直前になって、妻の流産を理由に姿を消している。本当に妻が流産し、彼が妻の側に行ったのかどうかは明らかではない。マリハクを暗殺したジェームズ・ハミルトンを描いた、絵画1567年4月23日に、ボスウェルハクによるメアリー誘拐事件が起こり、5月15日に二人は、結婚した。 しかし、6月5日には反、ボスウェル派の貴族たちの反乱が起こった。メアリーたちは260人の軍勢を率いて、反乱軍と戦闘を開始したが、6月15日には、エディンバラ東部のマチカーバリーヒルで、ボスウェル博の自由な行動を約束するという条件で、二人は反乱軍に投降した。しかしこの時の死者、フランス大使、 デュクロはすでに反乱者たちと内通しており、わざと交渉を長引かせたという説がある。7月26日、ロッハリー文上に遊兵された、メアリーのもとへ数名の貴族がやってきた。彼らは、息子ジェームズ王子のために退位すること、ジェームズの教育を数名の貴族に任せること、マリハクを摂政に任命すること、という3つの条件が記された文書に署名を要求した。 彼らの一人、リッチオ殺害の実行犯の一人だったルースベンに、署名しないと命の保証はしないと脅迫されて無理やり、署名させられ、メアリーは退位した。ボスウェル博は逃走後、ダンバー城に向かい、そこで以前から、マリ博の行動に不信を抱いていた貴族と合流し、小規模な軍隊が出来上がった。しかし、数インでは彼ら全員を反逆者とみなし、これによって、 ボスウェル博に味方した貴族も姿を消してしまった。その後、かつての味方デギ兄弟のハントリー博を訪ねたが、協力を断られ、養父でもある王子のマリー司教の援助で、六隻の商船と漁船を率いて、領地であるオークニー島とシェトランド諸島に向かった後、二隻の船でマリー博の創作の手から逃れ、ノルウェーへ漂着した。その後は、 デンマークのコペンハーゲンに移され、そこで身柄を拘束された。デンマーク王フレゼリック2世は、ボスウェルの身柄と引き換えに、スウェーデンとの戦争の際に、スコットランドが2000人の兵を提供することを、条件として、マリハクに取引を持ちかけた。マリハクは、兵力の提供は承諾したが、ボスウェルを、デンマークで処刑するよう求めた。フレゼリク2世は迷った末、 姉婿のザクセン選定校アウグストやおじである、ホルシュタイン校、ハンス・ボルフェンビュッテル校、メクレンブルク校の3人に相談した。結果、事件を徹底的に調査し、ボスウェルの国王暗殺に関する有罪、無罪のあらゆる証拠を検討した上で、デンマークの裁判所に任せるべきという結論に至った。ボスウェル博は引き続き、デンマークで拘束されることになった。 1570年1月11日、メアリーを支持する、ボスウェルハウのハミルトン氏族のジェームズ・ハミルトンによって暗殺された。1562年1月30日に、以下の爵位を新規にノブされた。1562年2月7日には、以下の爵位を新規にノブされた。1566年6月22日に、マリハクト・アバーネシー・ストラサーン教について、 男子のない場合に女子相続が行われる爵位に変更される。1562年2月8日に第3代マリシャル伯爵ウィリアムケースの娘アンケースと結婚。彼女との間に以下の三子を設けた。ありがとうございます。